どうも皆さんこんにちはチャックバスです。本日はですね、スーパー朗報がやってまいりました。ということで、本日はね、このバンドルカードのチャージ元にアメックスがね、追加になりましたということで、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。 はい、ということで、今までね、このバンドルカードの、えー、動画っていうのはもう2本ぐらいね、出てると思うんですけども、キャッシュがですね、ANAPay にね、先日チャージすることができなくなりましたよね。で、今までね、アメックスキャッシュで ANAPay で、そこからね、あの、いろいろ使って利用されてる方は、またね、そこからね、楽天エディとかに通して、投資イタグね、購入されてた方ね、まあ、いらっしゃると思うんですけども、そのルートがですね、利用することができなくなってしまったんですよね。で、その代わり、 にこのねバンドルカードっていうのはですねリアルプラスであればこのカードにチャージできれば a l a p にねわせるということで、まあ、私とかはですねそちらで利用させていただいてるわけなんですけどもアメックスからねチャージすることができなかったっていうふうになるんですよね。 キャッシュはアメックスからチャージすることができましたので、アメックスからキャッシュっていう感じで、そのまま ANAPay に流せて、え投資イン購入したりですね、利用することができてたわけなんですけども、まあ、そのルートはね、利用することができなくて、iPhone の方に関しては、まあ、AUPay プリペイドがね、まだありますので、こちらのルートを駆使すれば、 まだね、利用することができていたわけなんですけども、Android 使ってた方は、キャッシュに Amex からチャージすることができなくなったということで、Amex からのこのルートがね、潰れてしまったわけなんですよね。そこでなんとですね、この、 本日ですね、このバンドルカードのツイッターの方でね、私知ったんですけども、アメックスからのね、チャージ対応いたしましたということで、しばらくの間になると思うんですけども、アメックスからね、チャージしていただいて、ポイントも満額ね、取れると思うんですよね。まあ、こちらはおそらくしばらく、まあ、 あの、アメックスはね、あの、チャージルート塞いでくるの早いので、まあ、0か0.5にはなると思うんですけれども、今現時点は、えー、満額ね、ポイント取れるっていう風になりますんで、アメックスの決済修行をね、控えてる方は、特に今ね、非常に大人気のね、クレジットカードである、 このね、アメックスのプラチナプリファードとかね、発行されて、えー、チャージルートね、探して、できれば満額のポイントが取れて、なおかつチャージできるところがね、いいですよね。まあ、こういった方はですね、このね、バンドルカードのリニアプラス非常におすすめっていう風になっておりますんで、今回の動画ではチャージルートのおさらいと、またね、私もね、アメックスからチャージルートね、までやっておりませんので、まあ、ここら辺もね、一緒にやっていきたいな、なんていう風に思いますので、気になる方は是非ね、最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、えー、こちらね、バンドルカードのツイッターのアカウントのね、今日本日の発信なんですけれども、 バンドルカードは JCB アメリカンエキスレスダイナースクラブのクレジットカードから入金、カッコチャージに対応いたしましたということで、いやね、非常に朗報ですよね。まあ、お使いいただけるブランドということで、えー、今までね、ビザマスターしか使えなかったわけなんですけども、JCB アメックスダイナース。アメックスだけではなくね、ダイナースも使えるようになったということで、非常に朗報ですよね。まあ、こちらがね、2020年4月4日、本日から利用することができるようになりました。で、今までね、この チャージ画面ね、まあ、先日チャージのねあの実際の動画をお見せしましたけれどもこのチャージのボタンを押すとね今までビザとマスターしか、ね、表示されなかったのが こちらね、アプリをアップデートしていただくと、えこのね、JCB アメックスダイナスもね、表示されるようになりますので、えぜひね、あの、バンドルカードのアプリ、保有されている方はアップデートしてからね、利用するようにしてください。で、次にですね、今回ね、アメックスのゴールドプリファードとかでね、決済資料を使われたいっていう方ね、非常に多いと思うんですよね。 で、上限等々もね、見ていきたいなと思うんですけども、まず、ANAPay にチャージできるバンドルカードの種類がですね、限られておりまして、このリアルカードプラスっていうのをね、発行していただくと、ANAPay にね、チャージすることができるっていう風になりますんで、間違いなくこのリアルカードプラスをね、発行するようにしてください。こちらね、リアルカードとバーチャルカードだったかなえ種類がありますので、で、またね、またね、発行するのに発行手数料があって、 このグレーだけ600円なんですけども、それ以外のカードはね、700円っていう風になりますんで、この点注意してください。私はね、何にも考えないで発行したら、え普通に七百円のカードね、発行してしまったっていうふうになりますんで、皆さんね、グレーのカードを発行していただくと、リアルカードプラスでも600円で発行することができる。またね、今、紹介キャンペーンやっておりますので、まあ、概要欄にね、紹介コード載せておきますんで、そちらから入っていただいて、チャージしていただくと、200円もらえるっていう風になりますので、利用していただく ければ実質ね400円で発行することができますのでこちらねぜひ利用していただければなと思います本当にねこのリアルカードプラスじゃないのをね発行してしまうと普通に ana ペイにチャージできませんのでねご注意くださいでねバンドルカードのリアルカードはね一体いくらまでねチャージできるのかっていう話なんですけどもリアルカードのねリアルプラスを発行していただくと 月間のチャージ上限はね、200万っていう風になるんですよね。で、累計のチャージ上限はえなし。で、1回のチャージ上限は10万。カード残高はえ上限100万っていう風になりますんで、アメックスゴールドプリファードでね、え決済修行している方で、とりあえず入れておきたいっていう方はですね、まあ、100万ね、全部突っ込むというのはね、あんまり良くないかともしれないんですけども、ま、ああの、普通に使ってってね、足りない分チャージしていただく。またね、ポイントも多分、おそらくにはなりますけども、ポイント満額取れ るっていうふうになりますんで、まあ基本的に、ね、アメックスからチャージする場合で、満額取れる場所ってほとんどないんでね、まあチャージしておくのもね、めちゃめちゃチャージしなければね、いいのではないのかななんていうふうに思いますし、<laughs> ANAPay ね、通していただければ、今後の税金とかにね、使っていただくのもおすすめですし、楽天証券のね、楽天キャッシュで、えー、投資購入していただいたりするのもね、おすすめっていうふうになりますんで、 これはね、本当にいいですよね。で、今のところね、アメックスの公式サイトにはですね、200円の、200円で1ポイントの主な加盟店にね、バンドルカードね、入っておりませんので、まあこちらね、今のうちであればですね、ポイント満額取れるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、イディアが、えー、っと、このアメックスからね、チャージ対応して、これが塞がれるまで大体、 4ヶ月ぐらいあったのかな結構あったと思いますので、まあ今からね、あの対策が入ったとしても、まあしばらくの間はね、満額ね取れるのではないかと思いますのでポイントね。こちらで利用していただくのはね、かなりいいのではないのかなと思います。 それでは次にですね、チャージルートのおされねしていきたいなと思うんですけれども、今までね、iPhone の方に関しては、一応ね、バンドルカードを使った方がおすすめです。というのも、やはりね、今のところポイント還元がね、え満額取れているっていうふうになりますんで、こちらね、a u p a y p ペイ p a でもの同じルート組めるんですけども、まあ i c ね、チャージされたいっていう方は、満額ポイント取れるうちはですね、このアメックスからバンドルカードチャージしていただいて、ANAPay で、ANAPay からモバイルスイカね、チャージしていただければ、まあ、非常に ね、お得に利用することができるのではないかと思いますので、まあ、こういった感じで、ね、利用していただくのが、ね、いいのではないのかなと思います。まあ、一応ね めんどくさいよっていう方はね、まあ AUPay プレイペイルでそのままやってもいいと思うんですけども、まあ0.5%違いますんでね、できればこっちがおすすめですね。それでは次ですね、一番の朗報はね、こちらですよね。やはり Android のスマートフォンの方が、この Amex からね、この ANAPay がですね、どうにかしてチャージできないかっていうのをね、まあ私は探していたんですけども、ここのキャッシュがね、なくなってしまったことによって、 アンドロイドの方はですね、チャージすることができなかったわけなんですけども、まあ、今回ね、バンドルカードリアルプラスがこの間に入ってくれることによって、1%還元でね、えー、バンドルカードにチャージすることができて、バンドルカードリアルプラスから ANAPay で、こっからね、楽天 AD、楽天キャッシュっていう感じでね、利用していただければ、もう楽天キャッシュまでね、この前実際にね、あの動画出しましたので、チャージルートはね、そちら見ていただければなと思うんですけども、楽天キャッシュまで行けばですね、資信託ね、ま、あ私はあの、チャージした分全部ね、 この楽天の投資信託のね、積立 NISA の方にぶっ込んじゃったんですけども、まあこちらで利用したりですね、日々のお買い物でえプラス1%還元でね、利用してもいいと思いますし、これからね、あのゴールデンウィークぐらいね、うちのところは固定資産税とかね、自動車税とか来るんですけども、まあこういったのでね、支払いしていただいてもね、手数料なしで楽天ペイでね、利用することができますので、これが利用できるっていうのはね、ほん 本当にいいですよね。で、またね、このルートのね、すごいいいところは、どこにも行かなくていいんですよね。これが本当にね、いいですよね。android の方しかね、ここがね、android しか通ってないので、iPhone の方は、残念ながらね、このルートを利用することができないんですけども、iPhone の方は、えー、いつもね、紹介させていただいている、もうこちらのルートしかね、ないのかなっていうところなんですけども、こちらでね、あのルート組んで、a u p a y プリペイドから和音で、まあこれちょっとバニラビザになってますけどね、和音で楽天バリアブルカードをね、購入していただいて、 えて楽天キャッシュで、ね、チャージしていただければ利用することができるんですけどもまあ、こちらね。android 勢の方のみがね。利用することができるルートということで、これがね復活したってのはね。本当にいいですよね。で、次にですね。こちらのルートもね。改定が来ます。はい、イデアいるね。チャージルートもこちらでね。復活するっていう風になるんですよね。しばらくね。1%還元でね。こちら利用することができるっていう風になりますんで。 これもね、非常に朗報ですよね。 イデアっっっててていいううのののは外外貨貨事務手数料外決手数数料は、ね、無料料決済ね無プリペイドドカードっていう風になっておりますのでアメックスから1%還元でバンドルカードにチャージしていただいて、まあ、バンドルカードからイデアねルートはあるんですけども還元はありません還元はないんですけどもルートはねあの今までキャッシュで利用することができてたんですけどもキャッシュからねイデアも塞がれてしまいましたのでバンドルカードでイデアでイデアでね外貨事務手数料を無料でね決済していただければアメックスで利用するんですけども外貨決済事 手数料はね無料で海外で利用することができるっていう風になりますのでこれも非常に朗報ですよね先日ねイデアのキャンペーンもあって発行された方ね結構多かったと思うんですけども、まあ、発行しといてね本当に良かったですよね次回ねまたキャンペーンが来てまだね発行されてないよっていう方はあの紹介キャンペーンをね結構やりますのでそれで発行するとねあのこの 物理カードね、有料なんですけども、まあ、実質無料でね、発行できたりもね、いたしますので、まあ、次のキャンペーン待ってね、発行していただくのがね、いいのではないのかなと思います。ま、あこのルートもね、利用することができて、こちらね、n d r o i d でも iPhone でも利用することできると思うんですけども、このルートが復活したっていうのはね、本当にいいですよね。ここ最近のね、海外旅行で、イディアね、あの、普通に海外で使わせていただきましたけども、まあ、普通にね、 使えますので、ちょっとね、一時ね、あの、セキュリティの関係で、あの、使えないところで、ね、増やしてたみたいなんですけども、この前行った時はね、本当に、えー、スペインでもね、使いましたし、ハワイでも使いましたしね、えー、非常にね、あの、海外ではね、重宝して利用することができましたので、これはね、本当にいいですね。それでは次ですね、えー、実際ね、アメックスのクレジットカードからチャージね、やっていきたいと思います。私もね、アメックスゴールドプリファードでやっていきたいと思います。 ではですねバンドルカードのアプリを開いていきましょう先日ね JALPay のねルートやりましたけどももうファミペイのルート塞がれたみたいですねはいということでえいきましょうえまずねアプリね開いていただいてあアップデートねさっきも言ったと思いますけどもアップデートしてから利用してくださいねでチャージをしていただいてこの一番上のねポチッとアーチャージっていうのは絶対利用しないでくださいこれはね手数料がかかりますんでね で、下の方に行っていただくと、クレジットカード。で、クレジットカードが出ると、カードね、登録されている方は、カードがね、出ていると思います。で、左下のね、カード追加っていうところがございますので、こちらをね、クリックしてください。そうするとね、Visa, Master, JCB, ダイナ a あ、えー、アメックスダイナスか、えー、なっておりますので、こちらでね、カード番号を入れていきましょう。ではね、カード番号を入れていきます。はい、すべてのね、項目は入れ終わったら、えー、次へですね。 そうするとね、チャージ金額が、ね、出ますので、こちらでね、えー、今回1000円チャージしていきましょう。3D セキュアが出ると思いますね。はい、アメックスさんでね、3D セキュア発動しますね。で、ここでね、3D セキュアということで、メールと、えっ、ー、とね、SMS にね、飛んでくると思いますので、こちらでコードを入力してください。入力をしたら続けるですね。これでチャージ完了。そうですね、チャージ完了。しばらくすると残高の利害が更新されますということで、これでね、無事チャージすることが できました。リアルプラスの方は、ここからね、ANAP にね、チャージすることができますし、またね。 a n a p から楽天 ad 楽天キャッシュってね、ルートも組めますんで、こちらに関しては前回やりましたんでね、あの、ここら辺と、あの、概要欄にね、動画貼っときますので、やりたい方はそちらね、ぜひ見ながらね、やっていただければなぁと思います。はい、ということで今回ですね、バンドルカードがね、アメックス JCB ダイナースからね、チャージ対応いたしました。まあもちろんね、こちらは、あの、よ、元々予定してたのがね、このタイミングになっただけだと思うんですけども、 キャッシュがね、塞がれて、ちょうどね、バンドルカードリアルプラスで ANA p にチャージできるって分かって、で、またね、アメックスからもチャージルートが通ってということで、いやね、久しぶりにね、いい話をね、聞きましたよね。ぜひね、バンドルカードリアルプラスね、発行されてない方は、 ぜひね、この機会に発行していただいて、できるだけ早めにね、発行していただければ、決済資料にも利用することができますし、アメックスからね、チャージで満額が取れるっていうのも、多分永久には続かないと思いますので、まあ、できるだけね、利用していただいた方がですね、決済資料もね、お得に、ポイント満額でね、取れるっていうふうになりますんで、 発行ね、ぜひ検討していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクリック診断、ポイントサイト診断ねえ、こちらから無料で利用することができます。またね、4月1日にね、LINE 限定の動画もね、出させていただいておりますんで、こちらもね、ぜひ見ていただきたいなと思いますので、時間のある時でいいので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。 ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ